原発事故から10キロ圏内のゾーンになります。なので今から10キロゾーンに入っていきます。はい、というわけで今ね10キロ圏内の中に入ってきました。秘密のミリテリーベース、怖いよね。あ、ちなみに今回の動画ね、前回の動画の続きになってるんで、前回の動画見てない人はね、そっちを最初に見てからこの動画見るとより楽しめると思います。というわけで秘密のミリタリーベース、まあちなみにこのチェルノブイリで事故が起きたのが30年以上前の1986年なんで、当時ねソビエトユニオンがこの地を支配していた状況で、そのソ連の秘密の軍事基地があって、まあもちろんそれはね今はね閉鎖されてるんだけど、アメリカにスパイできるような、そう、要はね敵国のミサイルを探知するためのレーダー、めちゃくちゃでかいレーダーがあるんだけど、それをちょっとねガイドさんに見せてもらいます。で、観光客はすごく多くて、1日800人から900人ぐらいの観光客がチェルノブイリには入ってくる、訪れるらしいです。まあ少なくとも僕が思ってるよりもかなり多くの人が毎日チェルノブイリに入ってくるんだなっていう感覚ですね。このサインに書いてあるのが、止まれ、撃つよって書いてある。で、なんかあの穴が誰かが撃った、ね、穴も開いてます。どんどん上がってる。つまりね、こっから奥は勝手に入ったら撃ち殺すよっていう意味です。でも今から勝手に入るよ。今ちょうどね、横にね、何なんでしょう、燃料タンクかな、きれいにするための、あ、除染機か。ちなみにこっちの建物すごいね。もうもちろん人は住んでないんだけど、壁がねボロボロに崩れ落ちてたり、こことか、または窓がね壊れてたり。ちなみにね、このミリタリーベースの周辺にはね、松の木が人工的にいっぱい植えられてます。で、なんでかっていうと、その松の木でこのミリタリーベースを隠すために、とはいえね、このミサイル探知機ってすごい 150m ぐらいの高さのものすごい大きな建物なんで、まあもちろんね遠くからだと見えちゃうんだよね。でも見えるんだけど、昔のねここに暮らしていた人っていうのは、たとえ見えてもそれが何かっていうのをあえてね聞かないようにしてたらしいです。あえて追求してトラブルになって罰せられることを怖がって、何かそれ変なものを見てもそれを口にしないっていう、すごいよね。なんか一種のマインドコントロールみたいな話ですが、国民の生活の様子はねそういう感じだったらしいです。でっか、これさ昔の人見たら普通に疑問に思うよね、何これって。でもそれは口に出せなかったそうです。高さ 150m です。これを使ってソ連はね敵国のミサイルを探知してたそうですね。すごいわ、うお、こっち側すごっ、やばくないこの数。恐ろしいんだけど、なんか映像だとこういうね迫力、ド迫力みたいなのが伝わらない時があるからね。 How you already probably guessed, it was not workingで、このミサイル探知機正解率当時 40% だったらしいです。あの問題が、あのノーザンライト、北極圏のオーロラによって、ちょっと詳しいことはよく分かんないんですけど、多分電波が歪められてうまくアンテナでねキャッチできなかったんだと思います。ちなみに今の値 0.15 マイクロシーベルトですね。10キロ始まった時に 0.11 だ。だから10キロ圏内に入ってきたけど、あの30キロ圏内の入り口の部分とほとんど変わりません。やばやば、ガイガーカウンターのサイレンが鳴り止まない。10倍になりました。今 1.17 マイクロシーベルト。
今ここのね土壌がすごい放射濃度が高くて、この土に近づけるとどんどん数値が上がっていきます。今 4.88、 5.6、 5.8、 7.0、 8.1、 8.3、 どんどん上がっていきますね。で、ちょっと離れると一気に落ち着いていきます。もう 1.27、 0.76 まで落ちたので、てな感じで、もうスポットスポットで急激に濃度が高くなるような状況ですね。わお、なんで誰かが置いた子供の人形ですね。ずっとでもガイガーカウンターが鳴りやみません。はい、ということで今ね、昔の幼稚園、保育園、キンダーガーデンにやってきました。早速中にちょっと入って行ってみましょうか。まあ、中はもちろん電気とか通ってないんで暗いんですけど、すごいね、もう床は陥没してます。で、ガイガーカウンターがずっと鳴り響いてますね。床にはゴミ塵が積もってますね。棚もあるね。お、こっちは保育園児が寝てたベッドですね。すごい物々しい感じが伝わりますかね。人形も当時使ってた人形なのかもしれないですけど、人形が置いてあったり、まあ、子供のね人形が置いてあったり、まあ、ベッドにはそのままね当時使ってた布、枕、カバーみたいなものも置いてあります。ここはすごいな。こっちはこっちも部屋ですね。こっちにもちっちゃいベッドがあったり、まあ、テーブル、机があったり、なんか当時の様子が伺えますね。ただ綺麗に残ってるものはもちろん何一つありません。くそれ。こっちもベッドですね。まあ、保育園なんで子供を寝かせつけるような部屋がいくつかあって、本当に生々しく残ってます。もうこのベッドの上のね、この枕とか人形はこれ誰か多分置いたんだろうね。すごく怖い感じが伝わってきますが、廃墟だね。はい、ということで今ねキンダーガーデン、保育園の中を見てきました。で、ここの周辺は本当に土壌に放射線物質が滞留していて、地にね、ガイガーカウンターを近づけると10マイクロシーベルトぐらいまで、なので入り口の10倍とか100倍ぐらいまで高い値がセンサーによってね検知されます。っていうぐらい土壌がねすごい汚染されている場所です。なのでもちろんね、この土壌の上で座ったりなんてはできないし、土壌を触ることは禁止となってます。雨降ってきましたね。ちょっと今雨が降ってきました。この日に雨ってすごいどんどん気持ちが暗くなっていってしまいますが、はい、というわけでこの後はね、さらに原発事故の起きた発電所があった近くですね、第4号機付近までガイドさんに連れて行ってもらって、あとはその近くにゴーストタウンとなってしまった街もあるので、最後ねそこを見に行きます。ちょうど今ね4号機の一番近いところまで来ました。10万人ですね、シフト制で働いて復旧活動をしていたと。